今日、県内の新型コロナウイルスの新規感染者は5890人でした3日連続で1000人単位で増えたことになりこれまでにないペースでの感染拡大です5890人の感染者を自治体別に見ますと静岡市が1206人、浜松市が1122人、岩田市が726人 掛川市が三百九十五人などとなっています。基礎疾患のある高齢者三人の死亡が報告されています。一日あたりの感染者数は三日連続で一千人単位で増え、わずか二週間で五倍以上となりました。コロナ患者用の病床使用率は県全体で六十二点四パーセントで、県中部では七十パーセントに迫ろうとしています。自宅で療養している人は。 2万人を超えましたこれ以上の感染拡大は確実に静岡の医療と社会の停滞逼迫を招くというふうに大変心配しています感染急拡大の影響で多忙を極めているのが県内の保健所と医療機関です特に人手の少ない土日や夜間の救急医療の逼迫度合いは深刻で県は 感染が心配される場合でも、風邪の症状だけなら、救急外来は受診せずに、平日の日中を待って受診してほしいと呼びかけています。